皆さんこんにちは、マンダリグリフィジです。では今回は新ギレンの野望、ゴッブ提督の野望、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、 V 作戦を完全に凍結、これを破棄して V 作戦なしでジョンとの戦いを決意したわけなんですけども、これがなかなか苦戦を強いられているという状態になります。で、前回中国に攻め込んだものの、すでに敵モビルスーツの配備数が多くてですね、歯が立たないということがありましたので、少しだけタイムリープさせていただいて、今19ターンまで戻ってきました。なのでこの後20ターン目でようやく V 作戦を発揮した後、10ターン経過後のモビルスーツ、モビルアーマーの開発、これが通常通りできるようになります。さらにその1ターン後に北京攻略作戦が提案されるというところになりますので、基本的なプレイの方針は変わっていないんですけども、タイムリープだけさせていただいています。で、戦略の方もですね、北京の守りが固くて手がつけられない状態になっていたので、今回はジャブローに敵を引きつけてですね、北京をできるだけ手薄にして、その間に北京を攻略しようという戦略に変更しています。ジャブローの方はご覧のように敵の大部隊が次から次へと押し寄せてくるので、これをですね、ビッグトレイで防ぎつつ、なんとか時間を稼ぐという作戦です。北京攻略に備えて部隊は今移動をかけていまして、この後20ターン21ターンと時間を進めたら北京にスッと入り込んでいければいいかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。ガンタンク2がですね、モビルスーツカテゴリーではなくて戦車カテゴリーに入っているので、ガンタンク2の生産はしていきたいなと思うんですけども、そのガンタンク2がですね、適正技術レベルが6必要なところがちょっとハードルが高くて、今まだレベル1なんですけど、これしっかり時間をかけてですね、適正技術を上げていこうというふうに思っています。ガンタンク2生産上限30なんですけど、まあ、それが揃ってくれば、あるいは戦える状態になるのかなというふうに思ってますので、まずそこまでしっかり時間を稼いで適正技術レベルを上げてということをやっていきます。これが V 作戦をエンディングさせた時に、テムレイから提案される通常のモビルスーツ、モビルアーマーの開発投資計画になります。これは前回もね、ご覧いただいたものになるかと思います。報告します。開戦以来我が軍は多数の敵モビルスーツ、これは敵のザクをはじめ敵モビルスーツを露獲して、これを運用していこうという、これも前回ご覧いただいたイベントになりますね。で、この次のターンでようやく北京攻略作戦が発動できるようになります。まあ、ただ北京も敵部隊増強されている様子があったので、一筋縄ではちょっといかなそうですね。敵地潜入で適正技術経験値手に入れておきます。あと、まあ最悪裏取引で敵のザクを購入するという、まあ、案もあるんですけど、まあ、その場合もザクを1機手に入れるっていうだけなんで、まあ、あまり効果的なというかね、そのすごく戦況を一変させるようなプランにはちょっとならないのかなというふうには思っています。できるだけ海路で海を通って北京に近づいていきましょう。おとりだけでちょっと用意しておきます。おとりに、そうだな、フライマンタを2機ほど使いましょう。残りでひたすらに北京を目指します。誰かいないのか。ちなみにゴップ提督自らビッグドレーに乗ってもらいました。もうそれほど人材が枯渇してますね。まあ、人材が枯渇しているというか、機体が枯渇してますね。まあ、どうにかこうにかやりくりするにしても、モビルスーツがないとここまできついのかっていう感じがしますね。まあ、皆さんからいろいろアドバイスとかね、参考になる情報をいただきながらプレイはしているんですけど、本当に難しいプレイになってます。
気か。も、戻れないのか。なすべきことは一つだ。いかに多くの人命を救えるか。パオロ艦長とかはですね、結構使えますね。このシナプス艦長もそうなんですけど、射撃能力が高いので、まあ、ビッグトレイとか潜水艦とかに乗ってもらうとそれなりの戦果を発揮してくれます。報告します。ジオンのモビルスーツに対抗する手段を手に入れた。これで北京攻略作戦が発動できます。北京攻略することが可能です。北京攻略作戦を提案します。これでちょうど21ターン目ですね。では特別作戦、北京攻略作戦発動していきます。はい、では北京に部隊を送り込んでいきましょう。敵の数ちょっと未知数ですが、少なくとも周りに展開している部隊に入ってこられると厄介なので、まあ、速攻で取りに行きましょう。まず潜水艦に61式の戦車を満載しているので、これを突入させていきます。で当然ですね、この戦車を護衛する部隊として、まあ、デブロック、フライマンター、この辺りの部隊をね投入していきます。で、できるだけ敵の数は少ないに越したことはないので、もう瀕死のこの人たちをおとりに使っていきましょう。瀕死のフライマンターを使って敵の侵入を少しでも妨害します。突入できるものは全部突入で、あとですね、もう全部同じ方向から突入ですね。分散するとこちらは火力が低い分撃破されてしまう可能性が高いので、同じところからできるだけ突入していきます。スピード勝負の部分はね、やっぱりちょっとあるかなと思います。これで北京攻略できるかどうかですね。まずはね、北京なんですが、おとりなんかも使って敵の数できるだけ減らしたつもりなんですが、それでも49ユニット、まあ防衛ユニットも含めてということになると思うんですけど、49ユニットか、敵の配置次第というのもありますが苦戦しそうですね。ズゴックが6、5ですかね、これで。ズゴックが全部で11中心にいますね。あとは、帰ってくる部隊が一定数いるので、まあ、これをどうやって防いで、迅速に侵入できるかですね。ここにいるゴックはもう無視だな。ちょっとでも、早く、入り込みましょう。この速攻が効くかどうかだな。ちょっと厳しそうな印象はありますが、ちょっとここはもうかけましょう。敵をできるだけ防ぎつつですね、でも余計なところにエネルギーは使わないというか、ミディアに一旦入れちゃった方がいいかな。エネルギー切れ起こし、肝心なところでエネルギー切れ起こされても困るので、ミディアに入れるものは入れちゃいましょう。まあ、潜水艦の足が速いものの護衛がいなすぎてちょっとしんどいかもしれないですね。次のターンではまだ上陸できないので、敵の増援が先に寄ってこられちゃうかもしれないな。まずはこのズゴック3グフフライトタイプですね。このグフフライトタイプ1を、まあ、撃破しちゃいたいかな。あとこの砲台もちょっとエネルギー使いたくないところではあるんですけども、
潰しておいた方がいいところは潰していきます。この砲台は確実に潰してほしいな。ただエネルギーが半分切っちゃいましたね。で敵をブロックできるようにしていきたいと思うので、敵の増援を基地中心部に入れさせない、ね、そういう動きをしていきたいと思います。さあこれで周りの障害物はある程度排除したので、あとは中心部に61式戦車を放り込むだけなんですが、どうだろう、苦しそうだな。戦車が、いやーこの潜水艦ギリギリ残ってくれたな。ここが敵の基地中心部になると思うので、この中心部をどうやって抑えるかですね。ディッシュとか連れてきた方が良かったのかもしれないな。ディッシュがいれば、あるいはそこでうまく索敵を撃つこともできたのかなっていうね、ちょっとそういう思惑もありますが、もう今更なのでここは行けるところまで押し込みましょう。デブロックのいいところは2マス攻撃できるんで、まあ損害をね抑えた、まあ、戦いが割としやすいのかなっていうのはありますよね。さあこれが持てる全てだ。なんとか次のターンでズゴックを一定数撃破して基地中心部もう一歩迫りたいですよね。うわ硬すぎる、硬すぎるな。次このズゴック6を撃破してさらにブロックできれば中心部取れるかなと思ったんですけど、敵の侵入の方が早いですね。どうだろうな、抑え込めるかどうかだな。ここは攻撃してちょっとでも削りますか。ズック6を撃破しなきゃいけないんですよね、ここにいるね。エネルギー切れ起こしてんな、いろんなところでエネルギー切れ起こしてる。基地中心部にいるズゴックが2、そしてその外縁部にズゴックが3、グフが1。もう一回は攻撃できそう、いやできないな、エネルギー切れだな。うわここに来てこの仕打ちか。となるとこのターンは回復に専念した方が良さそうだな。といってもどうなんだろう、戦車が全滅するともうその時点で、まあいわゆる占領する人たちがいなくなってしまうと終わってしまうので、ちょっとそうならないように注意は払っておく必要があるのかなというのはありますけどね。とりあえず次のターンを絶対に敵を入れないように、これ以上侵入されないようにっていうのを最優先に考えますか。ここをしのぎきれるかどうかですかね。ズゴックが硬いな。このズゴックには落としたい。よし、さすがヤザ。これであと4だな。今ちょうどね、基地中心部が初めて丸見えになりましたね。ここに敵がガッと入ってくると思うので、これを撃破すれば、次のターンで占領ができる。61式戦車が、こうも簡単にやっぱり溶けちゃうんだな。潜水艦がやられましたね。うわ、ここで5分の5か。いやー、敵が増えちゃいましたね、これでね。生産中だったユニットが生産されてきたという状態になります。ちょっと残念ですが、攻略は難しそうですね。どうなんでしょうね。なんかコメントとかでは、
北京を攻略開始できるターンになったらすぐに、侵入して攻略すれば攻略できますよっていうねアドバイスコメントいただいたんですけど、今回まさにそれを試したんですけど、ユニット数がもう40ユニット超えてるところに攻撃を仕掛けるってちょっとなかなか難しいかなと、ちょっと僕の腕前だと思いました。もしやるんだったら、V 作戦を発動したもののモビルスーツは生産しないという、まあ、モビルスーツを使わないっていう縛りに少し縛りを緩めると、開始1ターン目で V 作戦を発動して北京攻略作戦を発動できるような状態にできるので、物量作戦がね前半効くと思います。もうちょっとで、逆に V 作戦を実行しないっていう縛りを持っているとですね、どんなに早くても北京攻略作戦が発動できるのが21ターン目になるので、20ターンも差があって20ターン遊びのターンができてしまうっていうところがですね、ちょっと僕の腕前だとなかなか苦しいかなというところですね。ちょっとまた作戦を練り直して戻っていきたいと思います。ぜひ皆さんのアドバイス、いただけたら嬉しいなと思います。